見ねえ。やっぱり来てくれましたか。さすがです。嬉しいですよ、飛龍さん。何を言ってるんだお前。大吾をどうするつもりだ。お前大吾を殺して東条会の跡目につくつもりなんだろ。ふん、跡目か。本当はそんなもんどうでもよかったんですがね。こんなことになっちまうとは。こんなことだと何を言ってるんだ桐生さん。俺はね、大吾さん、いや六代目のこと本当に心配していたんですよ。何？この人は俺の人生で唯一俺を一人の男として信じてくれた人なんですよ。桐生さん、俺がこっちの世界に入ったのは神田の口利きだってこと知ってますよね。ああ。あれは俺が神田に金を積んで頼んだことだったんです。無所から出てきたばかりのバカな極道を探していたらたまたま神田に行き当たった。それだけなんですよ。どうしてあんな男にすり寄ってまで極道に。俺はね、あんたと同じ孤児だったんですよ。何？俺も生まれた時からたった一人だった。物心ついた時から貧困の限りを味わう毎日。まるで戦後の孤児並みの生活しかできなかった。今の日本でもまだそういった現実はある。あんたならわかるでしょう。誰からも愛されず、誰からも必要とされず、ただ孤独と向き合いながら生きていく辛さを。だから俺は絶対に偉くなってやる。偉くなって金を手にしてやるということだけを考えて育った。俺は誰よりも働いた。そして誰よりも我慢した。なぜかわかりますか？金のためですよ。金という目標ができた瞬間から俺は手段を選ばず、生きる時間のすべてを金を作ることに捧げてきた。そして欲しいものは何でも買える。いい女も好きなだけ抱ける。周りのみんなも俺の命令を喜んで聞いてくれるようになった。だけど気づいたんです。すべては嘘だと。嘘？そうです。人間はみんな嘘つきで身勝手だ。いくらたくさんの人間が周りにいてもみんないつか自分の都合で勝手に離れていく。そんな様子を見続けながら俺は悩んだ。人間の絆なんてものはこの世にないものなのかと。そんな時、俺は絶対的な人間の絆があると言われる世界の存在を知った。それが極道だったというわけか。そうです。俺はそこに絶対的な絆というものが本当にあるのか知りたかった。だから神田に金を渡し、あの有名な東条会の門をくぐったんです。そこで知り合ったのがこの大吾さんでした。大吾さんは極道として経験のない俺を、いや中身のない人間だった俺を普通に迎え入れてくれた。年も俺と変わらない。だけど人の上に立つ男のカリスマがこの人にはあった。俺は掛け値なしに初めて人を好きになることができたんです。それならどうしてこんな真似を。俺はね、桐生さん、今回の一件、もし大吾さんが生きていたら無条件に手を引いてたんですよ。何？じゃあどうして？だが
大吾さんは死んだも同然。俺は虚しかった。目標になる人間を失った以上、次の生きがいが俺は欲しかった。そして心に決めた。嘘だろうが何だろうが、誰にも文句を言わせないほどの力を得てやろうと。それでブラックマンデーに協力を。そうです。何を言ってるんだ。それにダイゴはまだ生きているだろう。こんなチューブをつけて生かされているのは人間じゃない。やめろ、ミネ。俺にとってのダイゴさんはこんな姿をした人じゃない。こんなダイゴさん、俺はこれ以上見たくないんですよ。ミネ、お前何か思い違いしてんじゃねえのか。人間、しがみついてでも這いつくばってでも生きることに価値があるんだ。わかるか。ダイゴはまだ必死に生きようとしている。そんな人間をお前は自らの手で殺すというのか。まさにあんたの言いそうなセリフだ。なんだと。ダイゴさんもあんたのそういうところに惚れていたんだろう。俺はね、あんたみたいな義理人情だけで生きてきたみたいなやつが大嫌いなんだよ。なんであんたはそうなんだ。あんたも俺と同じ孤児だろうが、なのにどうしてそんなことが言えるんだ。今俺がやるべきことは2つ。俺の目標だったダイゴさんを俺の手で最後の幕引きをして、ダイゴさんが大切にしていたあんたを殺す。そして俺は登場界のトップに立ち、新たな生きがいを。そんなことをして何になるんだ。何？お前は何にも分かってない。お前の周りから人が去っていく理由、俺にはよく分かるぜ。あんたが何を知ってるって言うんだ。お前から去っていった人間が今でも恨めしいか。ああ、あんな金をたかることしか頭のない、血も涙もない連中、今ここにいたらぶっ殺してやりてえよ。だったら何なんだ。お前も同じだぜ。お前もその連中も金に振り回され、人間そのものと向き合うことをしなかったんだ。お前は自分しか信じちゃいない。自分以外の人間を心から信じれない。だから人から愛されないんだ。黙れ。お前を迎え入れた時、ダイゴは人としてお前を信じたはずだ。だからお前もダイゴのこと。黙れ。何をする気だ。お前みたいな人間には口で説明しても伝わらない。だったら俺が俺なりのやり方でお前に教えてやる。やっぱりあんたって人はこんな時でさえ何にも変わらない。いいでしょ、気持ちだけで人間どこまでやれるのか。教えられるもんなら俺に教えてくださいよ。でも言っときますが、いくらあんたでも俺を倒すのは簡単じゃないですよ。桐生さん、これがあなたの最後の戦いです。思いっきり来てください。言われなくても遠慮はしねえ。
とことんやってやるぜ。行くぞ。キリア。うSit down! Hurrah! Take it!
負けたのか。俺が。博士です。会長、どうかされたんですか？大丈夫だ。会長、私、どうしたらよいか。お前、だけだ。俺のこと。私だけでは判断できず、もうどうしたらよいか。例のドバイの案件の株、時価の10倍での申し込みがありました。今回の話を聞いた欧米のファンドが、会長とぜひミーティングをと依頼が殺到して、スケジュールが。金か。結局、会長、金しか残らなかった。俺はのし上がったんだ。誰の力も借りず、誰も信じず、金だけを信じて。でも人間、結局誰かを信じたい。信じてもらいたい。それだけなのかもな。なあ、気流。会長、返事を先送りにしていると、先方が態度を変える可能性もあります。会長、お返事ください。会長。なぜかな。なんか吹っ切れたみたいに穏やかな気分だ。全てが終わる時っていうのはこんな気分なのかな。いや、人間生きてりゃ終わりなんてない。いつだってやり直せるんだ。やはり来たか。クソ、どうして CIA が。奴らは CIA なんかじゃない。表向きはそうだが、あいつらはブラックマンデーの構成員。じゃあ、あの男が。そう、アンドレ・リチャードソンだ。あいつが。そうだ、俺は奴らに聞いて、あんたがここに来ることも知っていた。 CIA や風間の動きも奴らには全て筒抜けだった。 I'm afraid your role in all of this has come to an end。 くそ、奴ら何する気なんだ。俺らを殺して新たな基地拡大法案を実現できる人間を探すはずだ。こうなった以上、奴らにとって俺は用済みだからな。Oh, there are plenty of people who could replace you. And unfortunately, you both know far too much for me to let either live. Die.What? What the fuck? まだ死ぬわけにはいかないんだ。俺は。Damn it!
大吾。桐生さん。お前大丈夫なのか？ええ。桐生さんこそ。でも、一体何が？ミネ。ミネ。お前、どうしたんだ？大丈夫か？危なかったな。だが、もう大丈夫だ。会長。I won't let it end like this. I'll kill you all. Die! Goddamn you! Die! すみませんでした。ミネ、何を言ってるんだ。何をしてる。こっちに来い。今の俺にそこへ行く資格はありません。ミネ。キリュウさん、俺も極道の端くれ、俺なりの筋通させてもらいます。ミネ。 Stop it! Are you nuts?キリュウさん、もう少し早くあんたに会って教えてもらいたかった。ミネ。生まれ変わったら俺もそっちに入れるかな。やめろ。やめるんだ、ミネ。ミネ。Let me go. キリュウさん、まさか登場会を裏切ったの？ミネだったんですか？いや、違う。あいつは、ミネは裏切り者なんかじゃない。